1939年の春、このドイツ大使館にベルリンから一通の極秘電報が届いていました。この電報はドイツ・イタリアとの三国同盟の締結を日本政府に働きかけるようオット大使に命じていました。この頃ヨーロッパではナチス・ドイツが勢力を拡大、イギリス・フランスとの対立を深めていました。ヒトラーは日本と軍事同盟を結ぶことによってイギリス・フランスの動きを牽制しようとしたのです。同盟締結の交渉は日本とドイツそれぞれの思惑をはらんで進められていきます。今回公開されたゾルゲの秘密報告電報は、ゾルゲがその交渉の一部始終をつかんでいたことを物語っています。ゾルゲは交渉が始まった直後にその情報をドイツ大使館で入手、以後交渉の進捗状況をラムゼーという暗号名でソビエト赤軍の諜報局長宛に送り続けたのです。1939年4月9日ラムゼイ報告。オット大使は次のことを確認した。日本政府はソビエトに対する軍事同盟条約をドイツ・イタリアと締結するよう大島・伊藤両大使に命じた。ただし条約には対象国ソビエトの国名を明示していない。1939年4月15日ラムゼイ報告。ドイツとイタリアがソビエトと戦争を始めるなら、日本はいつでも無条件で参戦する。電報の欄外にはコピーをキューブ作れとあり、この電報の配布先が記されています。日本とドイツにとっての最高機密はゾルゲの手を経てソビエト首脳部にまで筒抜けになっていたのです。スターリンは当時他国との戦争を避け、ソビエト国内の社会主義体制を強化しようとしていました。彼にとって日本とドイツの同盟締結は脅威だったのです。この頃すでに日独伊三国は共産主義の浸透を防ぐため防共協定を結んでいました。三国同盟はこの防共協定を強化し、軍事同盟にまで発展させる意味を持っていました。一方ドイツはヒトラーの強引な政策によってイギリスなどとの関係を悪化させていました。ソビエトとしては三国同盟の矛先がソビエトとイギリスのどちらに向かうのか、そこに最大の関心を払っていたのです。ゾルゲは三国同盟条約の微妙な性格を日本側の対応から的確に読み取っていきます。1939年5月6日ラムゼイ報告。海軍と有田外相はソビエトだけでなくイギリスにも向けられた条約の締結を拒否した。ドイツが日本に提案した三国同盟はその矛先をイギリスに向けていたのです。ゾルゲはさらにオット大使からの情報として同盟締結の見込みは薄いことを伝えています。5月31日ラムゼイ報告。オットは条約交渉の成立は困難と判断した。日本はイギリス・アメリカとの摩擦を避けたがっている。日本としてはドイツと同盟関係を結ぶことによってイギリス・アメリカとの戦争に巻き込まれることを恐れたのです。6月初め、ゾルゲは
これまで入手したさまざまな情報をまとめて長文の報告書を作成し、モスクワに送っています。重要な問題は、ドイツが本来ソビエトに対抗するために締結した防共協定を他の国、つまりイギリスに対抗するものに変えようとしていることである。つまりドイツはイギリスとの戦争の準備に没頭しているので、ソビエトとの戦争にはほとんど興味を示していない。おそらく近い将来にも興味を示すことはないだろう。